40歳以上の婚活者専門、フッサラな行動、木村直樹です。今回はお見合い結果、交際お断りをすぐに判断するについて話をします。私の会員にお見合い結果をなかなか出せない人がいます。期限である翌日午前中になってしまいます。お見合い相手の印象が真面目で悪い人ではなさそうだけど、魅力を感じない人だった時に交際するか悩むようです。私は会員に相手と3回会いなさい、二度と会いたくない人は断りなさいと言っていますが、なかなかお見合い結果を出すことができないようです。お見合い結果をすぐ出すことによって迅速に次の対応をすることができます。交際ならファーストコールをして次の週末のデートの約束をする、お断りなら週末に向けてお見合いの申し込みをする。お見合い結果の対応が数時間遅れると交際デートの予定が1週間ずれてしまい、その積み重ねが1ヶ月2ヶ月の遅れになり、結婚活期間が伸びてしまいます。お見合い結果はすぐにお見合い終了後判断して1時間以内にアプリに入力しましょう、婚活しましょう、そして新しい人生を歩み始めましょう。